ちらの楽器はイタリア・フィレンツェで1957年に作られたニコロ・ズデルキです。すごくこう鳴りがとにかく大きい楽器ですね。それが一番の特徴なのかなって思います。色がね結構黄色みを帯びた感じのニスなので、これもすごく綺麗ですし、とても70年前に作られたとは思えないくらいの綺麗さですね。で厚みがすごくやっぱりあるので、この厚みがすごくその音量の元になっているのかなという感じがします。対してこの F ホールは割とストラディモデルっぽい感じのスマートな F ホールですね。お顔がシュッとしてます弦線の鳴りが多分一番特徴的なのかなっていう感じがします。こう深く沈んだ時のこの音量がとにかくやっぱり特徴的ですね。陰線の音もすごく直線的に飛んでいく感じがするので、例えばホールで弾く時だったりとか、そういう何か発表会があるとか言った時は割とそのなんていうんですか、ホールの端の方まで奥の方までしっかり音を届けてくれる力強い子だと思います。